ファーストエアはカナダノースウエスト淳州のイエローナイフに本部を置く航空会社。2019年11月1日にファーストエアはカナディアンノース航空を合併した。カナダ北部を代表する航空会社の一つでヌナビクノースウエスト淳州やヌナブト淳州のほぼすべての空港に就航しており、国外への路線はないもののエアグリーンランドとのコードシェアをしている。 1946年にブラッドレイエアーサービスとして創業。1973年に最初の定期便がオタワ・ノースベーカンで開設、数年後エアイヌイットとの提携を開始。2009年に初のワイドボディ機を納入。2011年、子会社としてクイ・キクタールク地域を中心に運行するクイ・キクタールクファースト航空を設立。2015年、 保有するボーイング767をすべてカーゴジェット航空に移籍。2015年4月21日に民間機の定期便として最後のロッキード C-130 ハーキリーズが退役。2019年、数年前から合併話が出ているカナディアンノースとの合併が決定。合併後は塗装。ブランド名以外はカナディアンノース航空になる。 2019年秋現在ボーイング727、ファーストエアーロッキード C-130、ATR42 の機内就航都市はすべて、カナダ国内線かつては、オタワ・ボストンカーにアブロ748による、国際定期便を運航していた。1974年、格納庫の火事によりダグラス C-47、デハビランドカナダ DHC-6、 DHC-3 が全損。1988年、アブロ748が、クラレンスロックランド付近に、墜落2004年、エドモントンへフェリー中のボーイング737が、エドモントン国際空港へ着陸した際、誘導路に誤って着陸。ファーストエアボーイング7672011年、ファーストエア6560便が、レゾリュートベイ空港へ、 ファイナルアプローチ中に墜落。ファーストエアは、以下の航空会社とコードシェア提携を結んでいる。エアグリーンランドエアノースカルムエアボーイング737から200カナディアンノース航空会社の一覧ファーストエア6560便墜落事故。ありがとうございます。